第22号総改艇は、日本海軍の総改艇。第19号型総改艇の4番艇。丸四計画の700トン型総改艇。仮称艦名第167号艦として計画。1941年10月6日、株式会社東京石川島造船所で寄港。1942年3月1日、第22号総改艇と命名され、本席を、 マイズル・チンジフと仮定し、第7号型総改定の9番艇に定められる。4月1日、官邸類別等級別表の改正で、総改定の部中に、第19号型の校が新設され、その4番艇に定められる。28日浸水。7月5日、偽装院事務所を、深川区の石川島造船所深川工場内に、設置し事務開始。 31日巡航し、偽装院事務所を撤去。同日付で本席を、舞鶴陳府に定められ、第8艦隊第8根拠地帯付属に編入。横須賀に開港して、原外電路の試験と弾薬の一部搭載を実施し、8月1日、舞鶴へ開港。1942年8月4日舞鶴に入港し、防弾板の設置とそれに伴う、自差修正。 水中探信機の修理、受品積み込みを行う。13日、マイズルを出港し、ラバウルへ向かう。途中、サイパンとトラックに寄港。26日、ラバウルへ向かう特設運送船サンクレメンテ、丸を護衛士トラック発。29日、ラバウル機。9月1日、第1兵力部署、ビスマーク軍島方面海上防備部隊。第2兵力部署。 護衛部隊にそれぞれ配置。同日、陸軍徴用船松江丸を護衛しラバウル発。同船のバザブアでの荷上げを警戒。6日、ラバウルに帰着。9日から9日間、ラバウル外交で対戦警戒に従事。18日、陸軍徴用船は浦丸を護衛しラバウル発。同船のバザブアでの荷上げを警戒し。22日、ラバウルに帰着。26日、 特設水上規模艦算用丸を護衛しラバウル発。27日、ショートランドに到着し、同日付で軍隊区分ショートランド方面防備部隊に配置。10月1日、戦乱を護衛し、ショートランド発。2日に爆雷戦を行い、損害なく3日、ラバウル機。6日、戦乱を護衛しラバウル発。7日、ショートランド機。8日、 第16号区選定に協力し、特務艦ナルトほか一隻を護衛。9日、ショートランドへ向かう、特務艦鶴見を護衛するため船団から分離し、10日、ショートランド機。12日、鶴見ほか一隻を護衛し、ショートランド発。14日、カビエン機。15日、トラックを出港した、特設運送船ヒジマルと合同のためカビエン発。16日に、 日出丸と合流し、17日ラバウル期。20日、陸軍徴用船山浦丸を護衛しラバウル発。21日、ショートランド期。24日、戦乱を護衛し、ショートランド発。26日ラバウル期。31日、陸軍徴用船ブリスベン丸を護衛しラバウル発。同日陸軍徴用船の止まるが、ひかみなりし、航行不能となったため爆雷船を行う。 11月1日、ショートランド期。同日付で、第8艦隊第1根拠地帯に編入。以後第1根拠地帯編入中は期日のある期間を除き、ショートランド博士の紹介、総会、説評20時。13日から14日にかけて、ムンダ作戦に参加。19日、戦乱を護衛し、ショートランド発、20日ラバウル期。26日、 戦団を護衛しラバウル発、28日ショートランド期。12月7日から8日にかけて、ムンダへの輸送に従事十15日、戦団を護衛し、ショートランド発、16日ラバウル期。1943年1月1日、戦団を護衛し、ショートランド発、3日、ラバウル期。16日までラバウルに在泊し、戦団を護衛しラバウル発、18日部員期。 26日、戦乱を護衛し、ショートランド発、28日ラバウル期。2月2日、特務艦の島を護衛しラバウル発、3日、ショートランド期。18日から19日にかけて、コロンバンガラ島への輸送と、戦乱護衛に従事二22日、戦乱を護衛し、ショートランド発、23日ラバウル期。25日から27日にかけて、 コロンバンガラ島への輸送と、船団護衛に従事。3月1日現在、兵力部署ショートランド湾海上防備部隊。5日、特設航空機運搬艦後マ丸を護衛。20日、第3公週丸を消えたまで護衛。21日、修理のためラバウルへ開港。4月1日までラバウルに在泊。4月1日、船団を護衛しラバウル発。3日、ショートランド機。 9日、特設水上規模艦上川丸を護衛し、ショートランド発、東海ラバウル機。13日、海軍徴用船達南丸を護衛しラバウル発。15日、ショートランド機。26日、陸軍船より、姫丸を護衛し、ショートランド発。28日ラバウル機。5月2日、ショートランドへ開港。5日に、コロンバンガラ輸送の京丸を、9日には同じく、 コロンバンガラ輸送のキサラギマルをそれぞれベララベラ島、ホラニュー沖まで護衛。10日、船団を第15放送改定と護衛し、ショートランド発、12日ラバウル機。18日、特設運送船、第18マモリマルを護衛しラバウル発。途中部下を経由し19日ショートランド機。6月9日、戦団を、 特設区選定第19日東丸と護衛し、ショートランド発、11日ラバウル機。18日までラバウルで整備を行う。18日、戦団を護衛しラバウル発、20日ショートランド機。25日、陸軍徴用戦強制丸をホラニウまで護衛。7月4日、強制丸護衛のためショートランドを発し、同日ショートランドに帰着。17日、 ショートランドで空襲を受け被爆損傷。18日、同じく空襲で損傷した第15暴走海底を栄光し、ラバウルへ開港20日からラバウルで修理と検査を行う。8月1日、本邸は、マイズル鎮守府部隊へ、第15暴走海底は、クレ鎮守府部隊へそれぞれ転出し、本邸は、同日付で駅務を、マイズル鎮守府警備総海底に定められ。 1> 第1兵力部署、海面防御部隊、第2兵力部署、護衛部隊第1護衛隊にそれぞれ配される。これら2隻の代わりとして、第26号総会艇と第28号総会艇が、横須賀鎮守府から第1根拠地帯へ転出した。25日、第26号総会艇と第28号総会艇のラバール到着と入れ替わりに、 を六百五千段を護衛しラバウル発。出航直後に一隻が、ひかみなりし、ラバウルへ反転したが、他の四隻を護衛して9月2日、パラオに到着した。9月17日、マイズルに入港。本邸のマイズル入港と入れ替わりで、第20号総改帝と第21号総改帝は、鎮海警備部,部隊へ転出した。26日から本帝と、 第52総海隊の第24号総海艇は、舞鶴海軍交渉で修理を兼ねて93式、水中超音機新型港小艦艇用の設置工事を行う。工事終了後の10月29日、のと半島猿山岬沖の小奥に出動。31日、他艇と交代し、新潟へ開港。11月5日、本艇に対し統括家の南東方面。 艦隊作戦指揮下への編入が内示されたため、舞鶴へ開港。10日、南東方面艦隊作戦指揮下に編入。軍隊区分 R 方面防備部隊に配置。二式総海軍2型を搭載し17日、舞鶴発。12月1日、第21号総会艇とともに2123、戦団と会合し、トラックへ向かう。5日、トラックに入港。10日、 第8艦隊第8根拠地帯に編入。1103戦団を、立ち風、第21号総海艇、第48号奥戦特務艇と護衛士トラック発。15日、戦団から分離しカビエンへ向かう。第18守丸をカビエン高校まで護衛。その後戦団に追求したが、戦団はすでにラバウルへ、入港済みだったためラバウルへ向かう。16日、ラバウルに入港。 17日、ラバウルで便乗者60名を上帝させ、ハグロからはカビエンへの託送品を本邸にイノシラバウル発。18日カビエンに入港。入港後、同地で掃海作業を行う。25日、カビエン在泊中にアメリカ艦上機の空襲を受け損傷。2名戦死、重軽傷16名。直撃こそなかった者の,の多数の資金弾によりあらゆる。 箇所に不具合が生じた。29日、同じく25日の空襲で損傷した特設運送船成長丸を護衛しカビエン発。同日、清澄丸が輸送ポンプの故障により航行不能となったため、これを長浦に栄光させ、本艇は2隻を護衛しカビエンに帰還。30日、護衛に夕凪を加え、再度成長丸を護衛し、トラックに向けカビエン発。 1944年1月1日、清澄丸が、ひかみなりし、航行不能となったため、清澄丸の周囲を旋回し警戒。3日、大淀、秋月、中、谷風が来園する。4日、燃料補給のため救難隊から分離し、6日トラックに入港。8日から、応急修理を行い、13日からは、赤石の支援を受ける。27日、 4127戦団に同行し、サイパンへ向かう。2月3日、サイパン期。9日、同戦団に同行しサイパン発。14日、父島期。15日、父島発。19日、横須賀期。21日、舞鶴開港を兼ねて7 2十1戦団を、護衛し横須賀発。途中、イラゴ、オアセ。 徳山を経由して輸送船を分離し、27日、舞鶴期。29日から、舞鶴海軍交渉3番選挙に入居し、修理を行う。この修理の際に手法を1機撤去し、2 5ト、mm、ル、機銃連装1機、同単装3機を装備した。入居中の3月10日、第4艦隊第30根拠地帯付属に編入。19日出居し、引き続き、 1> 第1岸壁で4月2日まで修理を継続。4月8日、舞鶴発、9日、文字機。13日、モタ17戦断を護衛し文字発、14日、賃海機。戦団名は竹モタ17となり、16日賃海発。途中市商産を経由し、27日マニラぎ。5月5日、陸軍徴用船青葉山丸を護衛し、ダバオへ向かう。 6日から爆雷戦を行うが、7日に、青葉山丸が、ひかみなり。ダバオ行きを取りやめ、バシラン島、ラミタンへ向かいよ日入港。9日、サンボアンガに転病。12日、海軍庁要戦、第12運海丸を、第12号船特務艇と護衛士サンボアンガ発。イガと、ボロウと、グランを経由し、15日ダバオキ。17日、 特設運送船彦島丸を護衛しだ場を発、23日、パラオの用水道に到着。24日、便乗者149名を上帝させ、彦島丸を第61号苦戦特務艇、第64号苦戦特務艇と護衛し、ヤップへ向かう。26日、ヤップに到着し、便乗者を下二十九日、王校と同じ編成で、ヤップ発、 三十一日パラ沖。六月一日、南西方面艦隊作戦指揮下に編入。軍隊区分南西方面部隊に配置。二日、軍隊区分号北部隊に配置。第百二十八号特設輸送艦を護衛しパラオ発、ソロに向かう。三日、軍隊区分第六警備部隊に配置。四日、 モロタイ島北東でアメリカ陸軍航空大気の空襲を受ける。その際に、第128号特設輸送艦が行方不明となったため、周辺を捜索後ハルマヘラ島、カウアンへ開港。9日、第101号特設輸送艦と第102号特設輸送艦を護衛し、カウアン発、アンボンへ向かう。12日、経由地のタワで触れ消したが、 第101号特設輸送艦により栄光される賞に成功。13日、アンボン機。14日、リットルサルへ開港。15日、戦乱を第5号総改定と護衛しリットルサル発。途中ベスビウス、ナムレアを経由し、18日アンボン機。19日、第149号特設輸送艦を護衛し、アンボン発、カウワンへ向かう。20日、 経由地のコフィアウで、歩風と交流。21日、次の経由地ゲベへ向け出港後、津軽ひかみなりの知らせにより、歩風と共に、津軽の救援に向かう。同日、津軽の救援を歩風に任せ、本邸はゲベへ開港し、第149号特設輸送艦と交流。22日、ゲベ初、インゲラン、道を経由し、24日、カウワンギ。 26日、船団を補風と護衛し、カウアン発。ボレマジロへ向け航行中の28日、ダキが故障したため船団から分離して、ボレマジロへ向かい、同時次。30日、ボレマジロ発。他は、浅宇治を経由し、7月1日安本期。7月2日、船団を補風と護衛し安本発。6日、北緯零散度25分統計125度30分。 北緯3 4日7度統計125.500度、3 4日7 1 2 5 5 0 0の地点で他風が開来沈没したため対戦制圧を行う。7日、軍隊区分第6警備部隊編入を解かれ、第30根拠地帯指揮下に復帰。8日、カウアンギ。18日、第30根拠地帯は、第3、南遣海艦隊霊下となる。以後、 7月中は、スラウェシ島周辺海域で護衛と対戦相当に従事。11月11日、パラオ付近でアメリカ軍機の空襲を受け沈没した。1945年1月10日、第22号総会艇は、第19号型総会艇から削除され、帝国総会艇席から除かれた。藤森サブロー予備隊員 1942年6月30日から1942年7月31日、藤森三郎予備隊員、隊員、1942年7月31日から1944年4月1日、安田博士隊員、小佐、1944年4月1日から1944年11月11日、この数字は、法令上の定員数であり、特集兵、 その他臨時増置された要因を含まない。昭和17年1月15日付け内例、第50号で第10号総改定が官邸類別等級別表から削除されているため、1942年1月20日時点では9番定、第10号総改定を含めると通算10番定となる。第22号総改定戦時日誌及び、 第22号総海底戦闘商法省は18年12月25日か、鼻炎空襲によれば、すべての方、即挙儀、超音機、単身儀、通信機材、爆雷投下台、双眼鏡などが既損あるいは破損し、使用不能。その他総海具防止全部断固浸水、間室浸水、機械室浸水など、通信機材は、 無線電話機の仲配外による総和のみ可能。速力は、片軸のみ使用で12ノットまで可能。ありがとうございます。